合衆国の南北戦争では、南軍の少将として従軍した軍人である。第二次、フランクリンの戦いで戦死した。クリバーンは、アイルランドのコ空ク圏オーフェンスで、イングランド人を祖先に持つ堅実な中流階級の、医者ジョセフ・クリバーン博士の次男として生まれた。母は、クリバーンがまだ18ヶ月の時に死に、クリバーンは15歳で孤児になった。父に習って、 医学を勉強したが、1846年のトリニティカレッジ医学部の入学試験に失敗した。この失敗への対応として、多くのアイルランド系イギリス人が辿るように、軍隊に入り、イギリス軍第41不評連隊に配属となり、その後5町の階級まで昇進した。3年後に除隊証明書を購入し、2人の兄弟と1人の姉妹と共にアメリカに移住した。 オハイオ州で短期間過ごした後で、アーカンソー州ヘレナに入植し、薬剤師として雇用されすぐに、町の社交会にも受け入れられた。1860年までに帰化市民となり、法律の実務をはじめ、地元の住民にも大変好かれた。この期間に、ヘレナから出た、もう一人の南軍将軍であり、地元では、民主党の政治家トマス C ・ヒンドマンと親友になった。 合衆国からの脱退の危機が起こり、クリバーンは断固として南部州の肩を持った。その選択は奴隷制を愛していたからではなく、奴隷制については意に介さないと主張していたが、むしろ自分をその仲間として受け入れてくれた南部の人々への愛着から出たものだった。クリバーンは兵卒として地元の民兵中隊に入隊し、すぐに隊に選ばれた。 1861年1月にこの中隊を率いて、リトルロックのアメリカ軍団薬校を占領した。アーカンソー州が合衆国から脱退すると、イエール・ライフルズは第1アーカンソー風評連隊に組み込まれ、後に第15アーカンソー連隊と改名され、その中ですぐに大佐に選ばれた。1862年3月4日には順勝に昇進した。クリバーンは、 シャイローの戦いに続いて、リッチモンドの戦いに参戦してこの時顔に負傷し、その後、ペリービルの戦いに従軍した。1862年遅くに、テネシー軍がテネシー州まで後退した後で、師団指揮官に昇格し、ストーンズリバーの戦いではその師団が、北軍右翼を配送させて3マイル前進し、 北軍をナッシュビル・パイクまで追ってその最終防御線まで後退させた。12月13日には少々に昇進した。テネシー州における1863年の作戦ではクリバーン隊がチカマウガの戦いで珍しい夜の攻撃を行った。次の第3次チャタヌーガの戦いの直前にテネシー軍指揮官ブラックストン・ブラッグが何を思ったか突然。 クリバーン隊にノックスビルのジェームズ・ロング・ストリート軍の支援に向かうよう命じた。東、テネシー・バージニア鉄道のタイナー駅で兵士たちが文字通り列車に乗り込むばかりだったクリバーン師団が呼び戻され、ミッショナリー・リッチ北園のトンネルヒルの南軍右翼を補強するために急行した。十一月十五日午後三時ごろ、トンネルヒルを守っていた部隊が急斜面を駆け降りて、 突撃し、北軍ウィリアム・シャーマン少将の軍団を配送させ、ビリー・ゴート・ヒルまで押し返した。クリバーンはその手段に、他の手段からニコ旅団とニコ連隊を加えただけであった。戦争の残り期間、その部隊はトンネル・ヒル、テネシー州に対する戦闘名誉賞として、得意な青の手段機を傾行した。この戦いは、南軍の大改装という結果になったが、 クリバーンの手段はほとんど無傷だった。それに続く、ジョージア州北部のリングゴールドギャップの戦いでは、交代するテネシー軍の伝軍を務めて、無事に南と東に逃亡できた。クリバーンとその部隊はこの作戦での功績に対し、アメリカ連合国議会から公式の感謝状を受けた。クリバーンが地形をうまく使って、他の者では失敗するような陣地を確保する能力や、 その小さな部隊で敵の動きを邪魔する能力によって、この頃に名声を上げ、西のストーンウォールというあだ名ももらった。北軍は、戦場の向こうにクリバーン師団の青い旗が見えると、その部隊を恐れたと言われている。クリバーンは、アメリカ連合国の人や資源が枯渇し始めたので、戦争に負けつつあるということがわかるようになった。1864年、晴天の壁で、 テネシー軍の指導者に招兵され、そこで奴隷を解放し、南軍に入隊させて、南部の独立を維持する提案を行った。この提案は、多くの者から激しい敵意で迎えられ、公式には、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスの命令でもみ消された。クリバーンがそれ以上昇進できなかったのはこのことが、理由だと主張する者がいるが、クリバーンが、 ウェストポイントの卒業ではなかったという事実、及びアイルランド出身だったということも要因として考えられる。クリーバーンの手紙には戦争の歴史的記録と国の考え方の両方を悩ませ続ける将来の予測も含まれている。あらゆるものが遅きに失しないうちに征服される意味を理解しようと努めるべきである。この英雄的闘争の歴史は敵によって書かれる。 ことになる。我々の側の若者たちは、北部の学校教師によって訓練されることになる。北部の学校のために書かれた教科書でこの戦争について学ぶことになる。我々の勇敢に戦死した者を反逆者としてみなし、また我々の傷ついた、古参兵が長笑の対象になる歴史と教育の影響で印象を受けるだろう。征服者の政策は征服された者を党派に分け、 その中での敵意を荒立てることである。奴隷制はそのために我々が戦っていると言われており、もしそれを諦めるならば、すべてを諦める。これが真実だとしても、奴隷制は我々の敵がすべてそのために戦っているのではないということを否定する。それは単に党派的な優越制度より集権化された政府を作るため、また、 我々から権利と自由を奪うための見せかけに過ぎない。1864年の作戦行動の季節に先立ち、クリバーンはアラバマ州モービルのスーザン・タールトンと婚約した。しかしその結婚式は行われなかった。1864年11月30日、テネシー州ナッシュビルのすぐ南で北軍が防御を施したフランクリンに対する戦闘で、クリバーンは その攻撃がまずい発想だと抗議したが入れられず、その戦闘中に戦死した。乗っていた馬が撃たれた後に、徒歩で剣を振りかざし北軍の残豪戦に向かって進む姿を目撃されたのが最後だった。後の証言では、北軍前線のすぐ内側で発見され、コロンビアタンパイク沿いの救護施設に運び込まれた。南軍の戦争記録では、 腹部を撃たれて死んだとされており、おそらくは弾丸がその心臓を貫通していた。南軍がその遺体を見つけた時、その長靴、剣、時計、その他価値あるものは何でもなくなっていた。クリバーンの遺体はテネシー州マウントプレザント近くのセントジョンズ教会に埋葬され、6年間止め置かれた。1870年に掘り起こされて、二つ目の故郷へ、レナに戻り、 ミシシッピ川を見下ろすメープルヒル墓地に、ファンファーレと共に埋葬された。クリバーンの元上官で、軍団指揮官のウィリアム・ J ハーディは、クリバーンの戦死を知って、この師団が守るところ、その前線を破れる見込みはなかった。この師団が攻撃するところ、ただ一度を除いて、その猛襲に耐える者はいなかった。つまりは、クリバーンの墓がそれだ。と言った。次の地名は、 クリバーンにちなんで名付けられたものである。ありがとうございます。